あやはやチャンネルのあやです。今日はだらしがないお前に聞き一発。もう一回この思春期なんで言えんの。よくなれたか、まだまだか、ちょっとちょっとじゃねえよ。皆さんこんにちは、あやはやチャンネルのあやです。今日はまあ何笑ってるかわかんないですけど、はい、はい、今日は私の悩み事を聞いてください。はい、聞きますよ、どうぞ。動画で気づいてコメントをくださった方もいるんですけど、ニキビ問題です。これいわゆる思春期ニキビ、はい、って言われるものです。で、あまりにもひどくってちょっと産んできちゃったので病院行って薬を処方してもらってます。はい、これがこちらにありますね。はい、これ何ですか。だらしがないお前に聞き一発。違うね。はい、そういう風にちょっと覚えちゃったんですけど、ダラシンティーゲル 1%、 こちらの薬いただいて、まあ洗顔後とか塗ってるんですよね。だけど治りはしない。はい、よくはならないかなっていう感じです。ただ塗らないよりかマシ、はい、っていうレベルですね。で、お医者さんに聞くと12歳になるともう一段階きついお薬、治る薬を出せるんだけど、あやさんはまだ10歳、あともうちょっとで11だけどね、なるまではちょっとこの薬で頑張ってくださいって言われて処方されてます。年々ひどくなっていくんだよね。消えたと思ったら新しいとこに出現してって。で、今回皆さんに悩み聞いてもらいたいのは何だったっけ。ニキビの防ぐ方法や治す方法のアドバイスをください。あやも今日いろいろ気になってねトライしております。で、お医者さんからはこのニキビっていうのは過剰に分泌された皮脂や角質によって毛穴が詰まって、さらに詰まった毛穴の中でアクネ菌っていう菌が増殖してできるやつだから、洗顔を大切にしてくださいっていうのは、その毛穴を開いてその菌をこうしっかり洗ってくださいって。菌しっかり洗ったら元気になっちゃう。この思春期ニキビの特徴っていうのは T ゾーン、そうそうそう、おでこと鼻の頭、あとこの顎のラインが一番できやすいって言って言われてます。おかしいな、誰かさんはこんなことできない。ちょっとできてないの。あやさんはなぜか鼻のここね、そばかすゾーンっていうところね、ここそこそこ、マイチモンのゾーンがなぜかできるっていう不思議なニキビなんですけど、これもでもね、ニキビはニキビなんだよね。で、お医者さんから言われた手入れの方法っていうのは、洗顔は1日2回、洗顔もそのマイルドって言って刺激が少ないものを使用してくださいとも言われております。あやさんが使ってるのはニキビ専用の洗顔だよね。あと水かぬるま湯かって言ったら、ぬるま湯、はい、ぬるま湯で洗ってくださいって言ってます。洗顔後油分を全部取っちゃってるんで、保水成分が肌にはなくなってるので、化粧水や美容液などで水分補給してくださいってことだったので、ニキビを防ぐとかニキビに効果的っていうようなものを使っております。なんだけど治んない、治んないんだよね。これがママたちの経験上から言うと、二十歳を過ぎれば収まってきます。二十歳って、はい、まだあと倍ありますよね。あと10年ぐらいかな。はい、逆に大人になるとまた理由が違ってくるので、ストレスで出たとか、ストレスいろいろあるんですけど、ストレスでどうしようもない。まあそれはないですね。あやさんにストレスあるかどうかも、あるな。視聴者様の中にも、私も今その状態なんですって言って、なんか効果的な方法があったら教えてくださいとか、情報交換しましょうっていう方もいらっしゃいます。はい、ということで今回はこういう話題の話でした。で、こういう話が出ると、いやーちょっと乙女になってきたなーって思います。さすがにね、飽き性で不精者のあやさんも、毎日しっかり洗顔して、毎日薬塗って、毎日化粧水塗って、まあいろいろやってます。しっかりやっててもやっぱこの状態なんで、これやったら私効果ありましたよみたいな方法があったら教えてください。お願いします。これからいろんな方法を試していくので、良くなったかまだまだか動画内でチェックしてみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。
チャンネル登録、グッドボタン、サブチャンネルもあるのでよろしくね。バイバーイ。これ汚くなった時に一回洗ったんだよね、うん、自分のお小遣いで買ってくる。やだやだやだ。名前も変えてくださいね。それ綺麗ですよ。どうやって書くの。真ん中ひび割れたコンパスケースとコンパス。なんで割れたの。落とした。なんで。